さんお疲れ様です今日は体の枝の価格が73円でしたねでステーキング報酬もまあ73円に見合った額になるのはし仕方がないんですけども、まあ、それにしても随分いただけますよね体の枝を持っていればこそのことだと思いますいろいろと税制の面とかめんどくさいですけども、まあ、頑張ってついていきましょうそしてですね 今後のカルダネードの価格ですけども、当然ですけどもこのまま終わると思いません。薄ぼんやり覚えてるんですけども、昨年2021年は多分ね20円前後でスタートしたこのカルダネードの価格、最高値で340円、その年の間に17倍になってるんですよね。でしかもそれっていうのが、多分ね、去年の今ぐらいの時期、だから夏場ぐらいに、 7月ぐらいに340円ぐらいをつけてそこからあまりにも高くなっちゃったんで決済した方がね結構起きてきてるんですよ世界中で。まあ、ですんで価格が落ち着いて100円前後になったわけなんですけども年をまたいで今年カルダネイダの価格ってて落ちてますよねこれ私がね推察するにやっぱりねいろんなものが物価高になってエネルギー資源もちょっとねなくなってきて。 カダのエイドを決済しないとやっていけないような人が結構出たんじゃないかなと思うんですよ。うん、だからね、カダのエイドは73円。まあ、お値打ちになったと思います。うん、だから今、仕込める人金、余剰資金がある方は、100円前後まではね、ボンボンボン,ボン買っていってもいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、もちろん私はプレセルで買った価格0.2円がありますんで、これで余剰資金だからといって投資したら、平均取得単価上がるばっかりなんで買いませんけども。<laughs> まあ、けどね、 あのプレセールで買えなかった方とかやっぱり10円20円でしか買えなかった方っていうのは今ねこの73円っていうのは結構お値打ちだと思いますんでどんどん買えばいいんじゃないかなと思いますよね。ポテンシャルとしては340円がありますしその壁を突き破って1000円とか2000円とかね向かうほどのものだと思いますんで、まあ、もちろんどう思うかは一人一人違うんでね。 私がこう思ったから絶対そうなるよって保証は全然できませんがやっぱ私みたいにプレセールで買った人って全く決済する気がない方が多いんですよそうなるとどこまで落ちていっても価格ってのは底を打ちますんで、まあ、例えばね私の感覚だとどんなに悪くても45円とか50円は終わらないんじゃないかなと思うんですよね、まあ、そこでいわゆる体の枝ってのはクジラがいるんですよ体の枝はね もしかしたら、プレセールっ買った私たち全員がクジラと言ってもいいかもしれませんけども、プレセール組でもね、やっぱ100万単位で買ってる人もなんかいるんですよね。すごいでしょうね。しかもそんなに少ない人数ではないんですよ。その大量取得者、本当のクジラが全部決済しましたよっていうことが起きるとはまあ考えにくいんですが、ただやっぱりね、高齢の方でカルドネイダーをご購入されてる方もね、多かったんでね、当時ネットワークビジネスの延長で紹介された部分もありましたから。 でですんでそういったご高齢の方が相続対策のために一時決済などをしようもんならこのカルダレデの価格ってのは落ちると思いますけどもでもやっぱりねあのプレセールで買った方からあと一般公開上場した後に買った方のバランスをこうやって考えてみるとうんやっぱり0円とまで言えないですよ0.2円いや1円か1円から20円の間で買った方その層が一番熱いんじゃないかなって気がしますよね。 まあ要するにプレセールが成功して、うん、プレセール組が儲かったっていうので後追いでこう買った方ですよね。で日本に上場してからというものを買う人よりも売る人が増えたのは日本人の利益確定が進んだからだと思うんですよ。まあ、ですんでこうやって価格落ちてますけどもこれからはね、えー、もう売りに転じた方っていうのがだいぶ整理されてきましたんで、うん、ここからプロジェクトに、うん、新しい進展をかけて。 倍が続くんじゃなないいかなと思います特に体のエラー、は今月の末でしたっけ7月の頭でしたっけ、うん、バージョンアップ控えてますんで、ね、ここでまたさらに新しい発表があると思いますんでそれまでちょっとね楽しみに見てみましょう昨年みたいに350円ってことはなかなか起きないと思いますけども、まあ、100円前後で今年は落ち着くんじゃないかなってことですよねはいあとは,は風の向くまま気の向くまま FX 頑張るだけですじゃあ